こんにちは、しもとです。今回は、ゾディアックのザ・デッドのレビューです。おはようございます。ゾディアックといえば、布袋寅泰さんが有名ですけれども、他にはグレーの久志さん、あとバンプスのカズさん、スプレッドビーバーですね。そして、元マッドカプセルマーケッツの石垣愛さん。数々の有名ギタリストが使用しております。まずはですね、ゾディアックのお話をね、させていただこうかと思うんですけれども、創業者は松崎さん、神奈川県出身で横浜でですね、バンド活動を高校時代にやっておりまして、その時のバンド仲間というか一緒に対バンドがをしていた中にチューブがいたらしいんですよ。チューブがですね、高校生の時に一緒にライブをやっていたと。そしてその後チューブがですね、事務所に入るということになりまして、まあそれがビーイングなんですけれども、そこでスタッフを募集しているよというところで松崎さんを誘われて、そのままアルバイトとしてビーイングに入社されたそうです。ビーイングでは2年間ほどチューブのスタッフをされていて、で退社するという時にですね、いろんな各メーカーさんとかにお世話になりましたというふうな挨拶をですね、して回ってたらしいんです。でその中の一つがフェルナンデス。そこでフェルナンデスの方に誘われて、その後フェルナンデスに入社するというふうな形です。フェルナンデスの時はですね、まだデビュー前の X、 ヒデさんとパタさんがですね、松崎さんの元に訪れて、フェルナンデスのギターを使いたいんだと、フェルナンデスのモッキンバードを使いたいんだとヒデさんから直訴されたと。それがご縁でサイケですね。サイケは松崎さんとヒデさんが一緒に作り上げております。そしてフェルナンデス退社後に作ったのがゾディアックワークス。フェルナンデスの時から担当だった布袋さんがですね、そのままゾディアックに行きまして、約30年間ですね、ゾディアックのギターを使用しております。作りにもですね、めちゃめちゃこだわっているみたいで、例えばテレキャスのプレート、これテレキャスありますよね。ここにプレート、ブリッジのところにプレートがついておりますが、ここの部分くねっと曲がってるじゃないですか。これはプレートを折り曲げて作っているんですが、布袋さんのギターはこのプレートを折り曲げたものではなくて、一つの鉄板からこれを削って作るらしいんですよ。なぜかというと、そちらの方が音の伝達が早かったりとか、あとエッジ感が出たりとかですね、粒揃いが良くなるとか、いろんな部分を踏まえた上でそういった手法になったそうです。一つ一つのこだわりが本当にすごいゾディアックのギター。では今回ですね、ザ・デッドをご紹介いたします。で、ボディからご覧いただきましょうかね。トップにプレートが貼ってあります。よって絵を見ていきましょう。ザ・デッドという由来ですね。骸骨の絵が描かれております。こちらにはゾディアックのロゴと。で、ボリューム2つにトーンが2つ。ここにもね、ゾディアックと書いていた跡があるんですが、消えてますね。で、ツーハムになっております。結構見た目がね、いかついので、強めなハムかなと思いきや、割とですね、ヴィンテージ感のある優しいハムバッカーになっております。続いて指板いきましょう。エボニーになっております。めちゃめちゃ綺麗なエボニーですね。いい音が鳴りそうです。そしてヘッド、非常にかっこいい形ですね。裏行きましょう。五島のブリッジになっております。メイプルで非常に綺麗な目になってます。お手本のような感じの目ですね、メイプルで。ジョイントは若干ヒールカットされてますね。裏通しというふうな感じです。